どうもおはようからこんばんは、殿でござる。ダールズフロントラインやっていきましょう。で、ディビジョンとのコラボの案件金ですけれども、無事エクストラを完走いたしました。と言ってもな、完走って果たして言えるんだろうか。というのも結局フラグか、あれをポンポン投げていって、最後のステージのファングとヘルファイアか、ヘルファイアはいやファングはフラグで倒して、でヘルファイアの方はターレットを置きまくってずっと逃げてたら勝手に消滅していったんですよね。限定のねドロップ、装備ドロップがまだなんで、ちょっと今回やっていこうと思います。ストーリー的にはやっぱり良かったな今回が一番好きだわ。まさかネカマプレイしているとはちょっと思わなかったかな私がこういうのをキャラメイキングやっていると大概おじいちゃんになってしまうからな現にディビジョンの大元のディビジョン2の方の実況もおじいちゃんでやっていますし、で限定人形をね、ちょっと戻ろうか、限定人形を使おうかどうかを結構迷っていまして、ショップの方の装備は全部揃えて、で強化もね終わったんですよ。資源が余っているからやってて、じゃあそれを使おうかどうかっていうのが、ベクターがねちょっとレベル上がっているのは、いろいろデイリーの消化とかビンゴもあるじゃないですか。あれの強化5回とかレベルを上げるとか、あとは作戦報告書か、あれを10枚消費っていうのがあるんで、そのためにちょいちょいくべてたり、あとはスキル強化もやったりはしているんですけれども、声がないのがないや見た目はね本当好きなんで入れ替えてもいいんですよ。となるとこの一神教の私なんで、いくらエージェントがついていようとも入れるならば大元のベクターと、あとは416は外さないといけなくて、ここね、もうウェディングのライブ 2D があるスキンにしているからな、これを外すのもそこそこもったいない。そこをちょっと悩ましいところではあります。使ってみてね、面白そうな感じはするんですよね、公式の動画とかあの辺の紹介を見ている限りは。で、ビンゴですけれども、まあ進捗は順調かな、半分以上は終わっているし、あとは3ライン達成すれば PM9 が入る。結構かぶってはいるんですけれどもね。で、案件金の方で、じゃあまずは簡単なこっちから行きましょうか。現在ね、周回しているのもこっちの方で始めているんですよ。いつもだったらね、毎日60個達成しているものの、そこまで欲しいものはないかなと思って、サボりがちにはなっていたかな。昨日ぐらいから、いよいよここの周回も始めたんで、その限定ドロップをやりながら、ちょっとね、60個貯めていこうと思います。で、心配だから妖精はオンにしておく。こういう時じゃないとね、使う機会がないんですよ。あとはベクターに行くまでに、まああんまり被弾しないように行きたいんですよ。意外と敵さん硬いからな。射撃速度上限やれることをやった。それだけさ。まあぼちぼちガンスリの人形たちもそろそろ外そうかなとも思ったりするしな。いや原作をね全巻持っているんで思い入れはねあるんですよ。わかりました。レーダースキャンスタート。楽しかった。火炎放射みたいな敵がいるな。でベクターというか、まあヘルファイアか。敵発見。どんどん盾を出すんですよね。それを上回る火力で崩せば問題ない。盾自体はそんなに強くはないんですよ。おっとっと、やっぱりちょいちょい十字で食らうんだ。やれることをやった。それだけさ。指揮官こそお疲れ様。しかしアイテムドロップで名前の右下になんか金の箱みたいなマークがあって、なんかサプライドロップ的なディビジョン風に言えば、あれを手に入ればいけるらしいですよね。じゃあ次はこっち。ここはねまだ1回しかしていなくて、
このヘルファイアの方のドロップが終わったらこっちに移ろうかなって思っているんですよ。ひとまずはこちらの攻略、ここはちょっとねめんどくさいかなって思っているんで、まあ、一旦露払いの舞台、この辺は動かないからダミーでもいいんですよ。まあけれどもなんとなく普通に舞台を置く。で作戦開始。ゴミ掃除に行くわよ。プランモードやりゃ一部隊でもいけるんですよ。ただ若干その前の露払いがねちょっと心配なところもありまして、結局ここ最初攻略した時は露払い部隊を置いて、である程度殲滅できたら他のちゃんと傷ついていない部隊でファングを倒したんですよ。ここ経験値750しか入らないんだ。さっきのヘルファイアのステージは2000ぐらい入ったのにな。じゃあ進んでいきましょう。せっかく舞台も置いたからそっちも戦闘してみようか750しか入らないのにな。いやいいんですよ、資源は余っているから。指揮官、今回の勝利は。おっと、妖精はオフでいい。じゃあ一戦ぐらいしていきましょうか。ショットガンとマシンガン部隊ではあるがな、この辺どうだろう。弾薬の効率を上げましょう。まあ吸収でダメージは防いでいる。皆さんが満足できる結果が出て、これぐらいの雑魚敵だったら、まあ、特に無傷でいけるのか。じゃあこっちはライフル部隊ですけれども、じゃあ双子ちゃんを使っていきましょう。1万2000相手に結構もったいないことをする傷ついてもいいから普通にやりゃいいんだがなこっちはね一神教なんで、イワシ部隊って2部隊作れないんで、イワシ部隊の介護官的な部隊、あとはモーゼル、カラビーナ、アートンとノイチヒクルツが MVP。 確か敵は動かなかったはずけれども、フラグとかあの辺の右上のアイテムは使えないんですよ。結構貯めたでしょう。累計400個貯めれば隠し実績を解放できるみたいで、その辺も、ね、入手したってことはそれだけ集めて後半ステージはポンポン投げまくって敵を倒したな。終わってみればなんだろう、フラグゲーだったな実際のディビジョンそこまでフラグ使わないんだがな。さあ頑張れ頑張れ。指揮官、今回の勝利は。しかしまあこうやって早々と終わってしまうと、実際コラボって一月あるんで、3月の4日か5日かその辺までありますよね。今度はどんな化け物かちゃう。そこまではどうだろうな、60個貯めたとしても ID とか基地背景とか、あとはコイン、作戦報告書、まあ、いつもそこら辺取ったらアイコンは取らずにもう周回はやめているんですよ。ただ今回は無戦闘でクリアできるかつ、限定装備彫りも結構簡単だと思うんで、いつもに比べたら相当優しいとは思うんで、果たしてその限定装備がいつ取れるか。敵発見。実況補正とかないですか？ここでもう取れるとか。わかりました。この2発で。さあファングとの戦い。私にできるのは。あ、タレット置いたな。コントロール外れていくとなんだ、微妙なところになったな。おしまい。まけれどもこれでおしまい。人形ですよね。限定装備取れると人形入手じゃなくて限定装備が出るみたいな感じになるのかな。あんまりね、限定装備、通常の戦役でも野戦であるじゃないですか。ああいうのって基本自立で取っているんで、限定装備入手っていうのをやった記憶がないんだよなじゃあせっかくなんで、あとはミニゲームをやっていきましょう。スコアはね最高 A なんですよ。そこはスクショを取って、
ツイッターの方に上げているんですが、 S がなかなかね、まあ、そこはダミーでいい。心配しないで、ダーリン。すぐ入るから。で、いつも416を使っていまして、で、ミニゲーム。今回はね、ミニゲーム一発クリアできたんですよ。さあ、動きましょう。さあ、ちまちまカバーリングしながら撃つ。あんまりね、ディビジョンやってても、カバーしながらの腰ダメみたいな打ち方ってしていなくて、基本的に ADS しながら打っていたんですよ。あ、で、範囲の広い攻撃。ここからでも当たっているんだろうかな。で、その後、アイテムが出るんで、それを回収して、で、で、グレポンかな。あとはもうチミチミだ。最後の方で結構範囲の広い攻撃をしてくるんで、そこで被弾するんですよ。まあ、今もぼちぼち被弾はしていますが、よいしょ。なかなか操作がな。いや、前のね、変異体の時は結構ね、やっぱりもう年なんで反射神経が結構危なかったんですよ。今回はそこまでこう反射神経を要求されないからまだ楽。DJ マックスとかひどかったからな。あとはチミチミ打っておいて、でこう来るんですよね。ここちゃんとカバーできているんだろうか。あ、できているな。で取ってのポンって打って、あとはゴリ押し。両サイドのはずっと思い続けているんだよな。ただもう少し、あと一発かな。よし、で A なんですよね。ノーダメージでいったら S とかいけそうですよね。食らってしまったらなんか制限時間的なものがなんか伸びるかなんか言っていた気がする。ここでは勲章はもらえないと。まあこんな感じにやっているんで、あとは残った期間地道に、まあ、限定ボリをやりながら60ポイント貯めていく感じかな。でかつビンゴも終わらせる、まあ、次取るまでに期間は結構空くとは思いますけれども、じゃあ今回はここまでにしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。ではさらばだ。